お菓子のゲーム実況、in、ゴースト。はい、こんなところから撮っております。クラン戦、第2戦。さあ、頑張りましょう。OK、クラン戦第2戦、CYAC ルールで、サチャのデストロイ。頑張っていきましょう、皆さん。俺、じゃあ、一発目砂でいくわ。はい、お願いします。え、なんて？一発砂でいくわ。それとボム持つわ。はい。どっちでっち？あ、そこら辺はもう、最初は状況で。ま、オッケー。足音気をつけてね。パークはインコグのみで縛っております。下から来るかな？結構ダメっしょ。なんかいねえな。いた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 、あぶねえ。いいよ、閉めて。あれね、なんかね、木がコツンっていう音がした、電気であたりで木を踏む音がしたで、どこかわかんない。動かしたら列車の裏やけど、これもスモークみんな持ってんでしょ。あ、俺砂なのにスモークできちゃった。なかなか見当たらないな。列車あたり当たり判定ないね。あ、いた、一人いた。あ、当たり判定あった。一人いるべ。エイジ線側でこの。マジか、抜けないか、あれ。待って。若手よろしく。ない。要するにこすらんとこれ、芋線になるべ。うん。なんだっけ。むしろ開幕とすっちゃえばよかったね。あそこ3階建てのとこ1人いる。上ここのなんか、いや上じゃないと思う。ナインバーン1階に投げてきたから、2階か1階の2択。はい。あ、今いたわ、ごめん、見逃しちゃった。1階には入ったわ。あ、ない。待って、俺裏でエヴァが死んでる。いつの間にか。あ、3階に今1人いなかった。ない。あ、ルーカーに取られたか。ごめんよ、一人取った。こっち出てた。オッケー、ナイス。そんなのやってくれると思ったよ。さすがに逃さんやろ。踊ってきた。適当。ポスイチ。オッケー。4キロも来た。ナイス。俺ら、いやー、怖かったね。調査以外にやられたんけ。逆に。で、今回変則マッチなんで、マイラウンド攻守交代という形でやっております。オッケー。あ、でもね、例えば設定し忘れたから、同士打ちだけはしないようになってるわ。同士打ちなしになってる。まあいいわ。ここら辺はあんま変わらへん。うん。B から攻めてこんといいけど。あ、ここ2階1人いる。ここの2階と言いますと。そこ、その地下の2階1人いる。オッケー。そういうことね。もしかしたら二人いる。で、地下閉められてる。知らない閉められてるベル。テルベルだ。そう、テルベル。テルベル。テルベル。とりあえず多分知ってるよ、地下。見当たらねえな。敵が、地下じゃないの？あ、一人いた。お前、撃たれてる。あ、若手。あれ、一回。ちょっと2。いいよ、あんなガチが取ってる。逃げるわ。俺ら一応防衛側だから。なんで、一人倒した。裏？裏味方か。オッケー。あ、あそこ今さっき赤点一回でついたところ、門閉めた。オッケー。裏取りが怖いんだよな。それで一人倒したけど。ケトあ、ショウさんやられてんじゃん。まだ門閉まってる。見えな。抜いた？抜かれたのか、エヴァが。結局やっぱこのマップは、とつらない限りは、すげえゆっくりな試合になるね、展開が。そうだね。
敵はあと3枚。3、3。3、3だね。難しいね。こっからどうしようか。もう爆弾を見てあげることしかできない。小分けは無言で撃たないで。赤点にあったやん、さっき。うんうん。あそこの外側のとこ悪いけど、あの細い通路。オッケー。どうする？あ、地下の方行った。と思う。間違ってたと思う。来た。A 見てこい。オッケー。俺 B の前にいる。おかしいも A 入った。あ、B で足音。カバー入るよ。一人。倒したあと10秒。上に開くないで。リロード。オッケー。ナイス。オッケー。ナイスカバー。ナイス。ナイスカバー。俺がリロード入った瞬間だったね。リロード、なんかちょっと戦争っぽくてかっこいい。リロード入る。スイッチングサイズ。強いなぁ。いい感じだね。やばいよ。あれ食い乗るがないのか。ちょっと攻めよう。攻めようか。じゃあ全員で B 行く。え、 B 行こう。 B 行こう。 B 行こう。おばしすなやめて AR 入ります。 OK。 ここら辺から足音殺してたんだ。あ、まだ聞こえてないか。あっち開けてないね。あ、いや開いたべ。開いたべ。開いたべ。翔さんそこ入ってるから、もうどうせもうバレ、いるのバレちゃった。俺フラグ投げる。翔さんが死ぬ方が困る。懸命の判断。あ、これ銀行がバカ。これ同じとこで。待って、そこま、そこにスモーク入れてライン上げるよ。オッケー。誰か右見て、オッケー。あべ、変な、詰まった。翔連携プレイ。一旦ここで。止めます。一旦ここで止めます。こっち見とくよ、俺。いない、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 いない。あ、いる！嘘、打ち負ける、それ。うわ。うわ！前にいた。マジか、打ち負けちゃったな。あー、適当に打ったら当たった感じか。困ったもんだ。へへへ。いやー、やらなかったな。うん。じゃあ、スモークの中、適当に打ったら当たりましたって感じだった。困った、困った。結局、ここまで来て均衡状態が。そうだね。マジか？やっちゃった？あー、やるねーエヴァ、さすがや。さすがエヴァ。山田さん、うまいわ。うわ、マジか。お、左、エヴァ左、エヴァ左にいるよ。左に。オーダー、オーダー、オーダー、あー、落ちちゃった。エヴァ左にいるよ。右にもいる、中にいるよ。上がってたり中と左、奥いるよ、出てくるよ。危なっ。オーケー、ナイス。いいね。中走ってる。小分けの方に出るよ。小分けの方。そう、そこ。中、中。小分け、後ろ。あ、お前足音聞いてない。いや、行け、行け、行け。敵逃げたんだから。行け、おいおいおい。オッケー、ラス1。ラス1。ラス1、いいの。僕見るか。なんでこいつこんなに足音。あ、エヴァ仕事するのか。ちゃんとしゃがみ、エヴァ行け。エヴァ行け。あー、ごめんってなる前に行け。ゆずゆず頑張れ。ゆずゆず頑張れ。無理だわとか言う前に行け。いや、そこ設置すると、ポイントでも取れたらいい。そこ設置すると設置解除中のやつ殺すのむずくなるぞ。はい、おいけ。え？やばい、これ負けそうだ。え、え、え、マジで？なかなか面白い待ち方するな。この後お説教が待ってるパターンですね、本来なら。早く行け、早く。うん。なんでそこなんだって言われるパターン。あ、いた。うん。ナイスナイス。いや、いい待ち方だった、エヴァ。いい待ち方だった、エヴァ。みんな信じてた。みんなエヴァを信じてた。もう、ここに待つなんて。あ、もう、さすが。ありがとう。むって感じだったね。やばいなぁ。1ポイントは取りたいなぁ。はい、やば。防衛ということで、スナイパーで復帰します。これポイントフラグとか当たったらイケメンだよね。くらえ。ポイントっていうかただの遠投だけど、これ当たった、当たった、当たった。
惜しくも惜しくも。ビーツ来てそうで。あ、来た。ビーツでなんかいろいろフラグとか投げてるわ。気をつけて。地下から上がる可能性あり。はい。一人こっちで足を。俺 SMG で来ればよかったな。レイヤーだからもうちょい後ろに下がろう。ほんとだ、ビーツっているやん。いる。マシュってやばいね。俺上から見てるわ、線路。死ぬなら見て。ちょっと待ってよ。いやー、エヴァないわーっつって。いやないわー。かっこいい。ちょっと待って、映画はサポート、あ、まあ、いいや、誰が見てるこれ。おかしか、素直ならじゃあ向こう見て。はーい。あ、赤手よろしく。いや、ありがとうございます。でも、ペイシー、素直だけどさ、ここ外したらその後俺何もできんくなるよ。逃げろ、俺が。かっこいい。かっこいい。俺かっこいい。ふざけた会話してんなぁ、もう。ね、敵来なくて暇なんだけど。誰か持ち場交代して、ね、今。突ってこないとね、いいよ。俺が交代するわ、入るわ。そうなんすよ、どこ？あ、上に行ってるやつ。でもさ、この、食い泥ついてない砂で俺、突る勇気ないんだけど。まあね、突すなぁ。マジで覗くまでが遅すぎて、クイック当てられる気がしないもん。あ、いた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 。コンテナの、コンテナがいっぱいあるよところの横の建物に2階。あ、もう表現が長すぎてわかりません。コンテナの横の建物の2階の横にいましたみたいな。コンテナの横の、そうそうそう。かわいいな。そういう感じで。足音、足音俺やで。あ、わかった。来ないね。また時間ギリギリで来て俺に抜かれちゃうパターンのやつじゃないか。あ、大丈夫か？あ、待って、いた、一人いた。オッケー、クリア。ナイス。あ、いたで。赤点、左奥コンテナ初期地方側だね。まだいる？あ、一人ここの真下にいる。俺の真下に一人いる。ラスト3。いた？うん、俺の真下にいるね。もう入ってる？入ってる、入ってる。列車から。あ、逃げていったよ。戻ってもらった。フラグ。あ、ラスト20秒。あ、B 側にも一人来たよ。多分。あれ？俺の周りで足音？ちょっともう一人いるかもしれん。あ、下にいる。ええ、足音。あ、やべえ。妹右来た。もういらねえな。オッケー、時間切れ。あーナイスー。はい、時間切れ。以上、4対0で、ピザクラン2連勝です。ピザクラン、はい、拍手。ナイス。はい、拍手。よくできました、よくできました。はい。はい、以上です。どうぞね。あんま活躍できませんでした。以上です。できる1です。ゼロセッチでした。チャンネル登録、お気に入り登録、コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。負けたー。